式典には静岡市の難波隆市長や工房を監修したタミヤの田宮俊作社長などが出席し、オープンを記念してテープカットしました。駿府の工房匠宿に作られた模型工房ではミニ四駆の製作や恐竜の色塗りなどを体験できます。田宮社長は成功させないと田宮の恥、期待してほしいと意気込みを語りました。模型体験は11日から始まります。